はい、それではホワイトボードを確認をしてください。はい、では第3節、流通チャネル戦略に入っていきたいと思います。この流通チャネル戦略というのはマーケティングミックスの 4P でいうとプレイスに当たりますね。プレイスに当たります。まずは具体的なチャネル戦略を見ていく前に、その前提となる知識を確認しておきたいと思います。テキストを見ていただきますと、1番流通機構という言葉が出てきてますけども、この流通機構と流通チャネルというのはどう違うのかというと、テキストの括弧1番流通機構の2行目を見てください。2行目、ある業界の流通の仕組みを流通機構、ある業界の流通の仕組み、これを流通機構と言います。もしくは流通構造とも言います。それに対して特定企業の流通の仕組みを流通チャネルと言います。微妙な違いですけれども、流通機構はある業界の流通の仕組み、流通チャネルというのは特定企業の流通の仕組み、この違いになっています。はい、そしてテキストチャネルの種類、括弧直接流通と間接流通という図表が下に出ておりますので、そちらを見てください。このチャネルを見ていく上で、登場人物というのを MWRC、 これで表記することが多いです。 M というのはメーカー、製造業を意味します。そして W は卸売業です。卸売業、ホールセラーと言いますので、その W を取って W と表記します。そして R というのは小売業、リテイラーですので R で表記します。そして C は消費者になりますね。この MWRC がチャネルにおける登場人物になります。はい、まずこちら見ていただきますと、一般的にメーカーが小売店で販売するケースというのは、メーカーが直接小売店に販売するケースもありますけども、多くの場合というのは直接小売業へ販売せずに、その間に卸売業を通すことが一般的です。ですので一般的な流通経路というのはこの MWR、 そして消費者、最終消費者の C ということになりますね。はい、このメーカーが直接消費者へ販売しない間に卸とか小売業が入ることを間接流通と言います。間接流通。それに対してメーカーがネット販売なので、直接的に消費者へ販売するのは直接流通と言います。はい、またこの間接流通ですけども、テキストを見ていただきますと、必ずしもこの W 卸売業者が1社だけではなくて、 W1、W2 と書いていますけども、1次卸、2次卸、もしくはそれ以上という形で、卸売業が小売業者とメーカーの間に数社、2社以上、もしくは3社以上入ることもあります。はい、これも間接流通にもちろんなりますね。はい、では続いて2番の流通業の機能、こちらを見ていきましょう。流通業というのは何かというと、流通業イコール小売業というイメージがありがちですけども、流通業というと小売だけではなくて卸売業者、こちらも流通業に入ります。卸売業と小売業、これがまず流通業だというふうに押さえておいてください。はい、そしてテキストを見ていただくと、括弧1番流通機能の下の図表に3つ機能が出てます。商的、物的、情報という3つですね。はい、こちらを本試験で直接問われることはあまりないんではないかなと思いますので、テキストの方をさっと確認をしておいてください。はい、では続いて括弧2番小売業の機能ですけども、こちら丸2番の小売業の基本機能、こちらを見てください。大きくは2つの機能に分かれています。まずは販売機能、これはメーカー、卸売業者の代理人として製品を売る機能になります。メーカーや卸売業者が直接消費者へ販売したいけれども、その代わりに小売業者が間に入って、小売業が消費者に販売する、これが販売機能ですね。それに対して B の購買機能というのは消費者の代理人、消費者の代理人として製品を買う機能になります。こちらは消費者の視点から見てますね。
消費者があの商品欲しいけども直接メーカーから買うことができないということで、消費者は小売店に行きます、はい、その欲しい商品を小売業が卸やメーカーから購買する、これが購買機能になります。はい、では続いて括弧3番卸売業の機能、こちらを見ておきましょう。丸2番卸売業の基本機能、こちらを見てください。はい、こちらは括弧 A から括弧 I までたくさん出てます。まず A の販売促進の担当ですけども、こちらは当然メーカーから商品を買って小売業者へ販売する、メーカーの代わりに卸売業者が小売業へ販売しますので、これがまあ販売促進の担当になりますね。はい、そして購買品揃えも販売促進にかなり重なる内容になっています。はい、そして C の小口分散ですけども、大口単位で購買し、メーカーから大口の単位で購買をして、そして小分けして小売業者の負担を軽減する、こういう機能があります。小売業者が非常に小さな企業、当然町にたくさんありますね。その小売業者というのは当然小さい小売業なので、ね、欲しい商品というのは少しの数でいいわけですね。ただし大きなメーカーになればなるほど、そんな小さな注文はいらないということになってしまいますけども、卸売業者が一括で大ロットでメーカーから購入して、そして小さな小売業者に対して少しずつ販売していく、これが小口分散になります。はい、そして次の保管輸送というところは、これは卸売業の本当に基本の機能になりますね。商品を保管して、そしてそれを小売業者へ配送していくという機能です。はい、そして F の金融ですけども、小売業者には信用を供与予信し、代金支払いに猶予期間を設置する、生産者には期日まで代金を支払うなど資金の融通を図る、こういう機能ももちろんあります。はい、そしてリスク負担、盗難とか破損などのリスク負担も卸売業の基本機能として挙げられます。はい、そして重要なのは次ですね、 H と I です。市場情報、そして I のリテールサポート。リテールサポートという言葉はあまり聞きなじみがないかもしれないですけれども、こちら卸売業の基本と機能として非常に重要な言葉になります。リテールサポート、これは必ず覚えておいてください。市場情報もリテールサポートの一部ということを言えますけれども、まずは市場情報のところテキストを見てください。生産者と小売業者の中間に位置してますね。生産者と小売業者の中間に位置しているため、小売業者からも情報を得ることができる、逆にメーカーからも情報を得ることができるということで、このメーカーと小売業の間を持つ、そして両方から市場が来て情報が来てますので、メーカーには小売業の情報、小売業にはメーカーから得た情報を提供するという、これが市場情報になります。はい、そしてリテールサポートですけども、小売業の経営全般、あるいは従業員の能力開発、店舗レイアウト、データ分析、棚割り管理など小売業者への支援指導を行う、はい、基本的に卸売業というのはメーカーから製品を購入して、そして小売業へ販売する、つまりこの基本機能でいうと販売であったり保管とか輸送というのが本当に中核となる機能になりますけれども、リテールサポートというのは付加価値サービスというイメージですね。単に商品を販売するだけではなくて、どういう商品がいいのかとか、小売業者にとってどのように店舗を運営していけばいいのか、こういうものを卸売業者が小売業者にアドバイスします。こういうのがリテールサポートと言います。はい、この販売とか保管輸送でなかなか差別化、卸売業者難しいので、近年はこのリテールサポートで差別化しようというところで、さまざまな卸売業者、特に中小の卸売業というのはきめ細かな対応というところでリテールサポートに注力しているというところを押さえておいてください。はい、二次試験ではこの卸売業というのは直接的に近年はあまり出題はされてないですけども、もし出題されればこのリテールサポートという切り口は必ず回答のどこかで使うことになると思います。はい、では続いて丸3番卸売業の形態ですけども、こちらも一度本試験で出題されたことがありますけども、マーチャントホールセラー、
コミッションマーチャント、こちらを読んでいただくと分かると思いますので、こちらもさらっと確認をしておいてください。はい、続いて丸4番 WR 比率ですけども、こちらの言葉を覚えておいていただければと思います。どういうことかというと、下に公式が出てます。卸売販売金額割る小売販売金額、卸売販売金額割る小売販売金額になります。先ほども触れましたけども、卸売業というのは必ずしも間に1社だけではなくて2社3社入ることがありますので、そういう意味ではこの数字というのは卸売販売金額のトータルの販売金額の方が小売の販売金額より大きくなることが多いですね。はい、ただしテキストを見ていただきますと、WR 比率というのは消費財の分野では低下傾向にある、つまり卸売業者たくさん入ってたけども3社例えば入ってた時、1社抜いて2社にする、もしくは1社だけにするというようなケースが出てきたり、もしくはもう卸売業を通さずに直接メーカーが大手の小売業者なら直接商品を販売するというケースが出てきております。そういう意味でこの WR 比率には低下傾向にあります。またこの卸売業が間に多く入っていると、流通経路というのは日本で特に顕著ですので、他の国と比べると WR 比率というのは他の国より日本は高いと言われております。はい、ただし繰り返しになりますけども、近年はこの WR 比率低下傾向にあるというところも押さえておいていただければと思います。はい、ここまでよろしいでしょうか。それではホワイトボード切り替えて、また次のテーマに移っていきたいと思います。こちらの方をご確認をください。よろしくお願いします。はい、それではホワイトボード確認をしてください。はい、ではチャンネル戦略を見ていきたいと思いますけども、まずは全体像として3番の流通チャンネル戦略の体系を確認をしておきたいと思います。この流通チャンネル戦略においては大きく2つに分かれるということをまず覚えてください。1つ目が流通チャンネルの選択、そして2つ目が流通チャンネルの管理になります。テキストを見ていただきますと、括弧1番チャンネル選択の1行目、チャンネル選択というのは企業が自社製品をどのようなチャンネルに流したら良いのかを選択、チャンネルを選択することになります。自分たちの商品を小売業などを通して消費者に販売したいわけですけども、全ての卸売業もしくは全ての小売業に販売していく、できるだけ全ての小売業に販売していくという考え方ももちろんありますけども、決して全ての小売業に販売することがいいかというとそういうわけではないです。ここは製品戦略とも関わってきますけども、自分たちの製品がどういうものなのか、つまりブランドイメージどういうものなのか、どういうブランドアイデンティティを伝えていきたいのか、こういうことを考慮しながらチャンネルを選択していく、あえてチャンネルを限定していくという考え方ももちろんあります。これがチャンネル選択のところになりますね。そして選択したチャンネルを管理していく、これが2つ目括弧2番チャンネル管理。チャンネル管理というのは企業が選択し構築したチャンネルの効果的な運用を図るために行う全ての管理のことになります。はい、まずチャンネルの選択においては伝統的な流通チャンネルの政策というものがあります。はい、そして垂直的マーケティングシステムという考え方もありますので、このあたり後で学習をしていきたいと思います。そして流通チャンネルの管理、管理においては流通系列化とかチェーン形態どうしていくかとか、生産と販売を結ぶシステム、つまり製造業と小売を結ぶシステムというのはどういうものがあるのかというのを主に学習していきます。まずは全体像として流通チャンネルの選択、そして流通チャンネルの管理、選択したもの、そして管理をしていく、これを意識していくようにしておいてください。はい、それではこの流通チャンネルの選択における伝統的な流通チャンネル、こちらをまず見ていきたいと思います。まずはこちらご確認をください。よろしくお願いします。
はい、それでホワイトボード確認をしてください。はい、では4番流通チャンネルの選択の中の伝統的な流通チャンネル、こちらを見ていきたいと思います。この伝統的な流通チャンネルを CDC とも言いますので、こちらも合わせて覚えておいてください。この伝統的な流通チャンネルの政策においては大きく3つに分かれます。この3つの政策は必ず覚えるようにしてください。1つ目が開放的チャンネル政策、2つ目が選択的チャンネル政策、そして最後が閉鎖的チャンネル政策になります。テキストの括弧1番伝統的な流通チャンネルの丸1番の開放的チャンネル政策、こちら1行目アンダーラインを引いてください。開放的チャンネル政策というのは製品の販取扱業者の数、製品の取扱業者の数や範囲を限定せずに、あらゆる利用可能なチャンネルに対して広範囲に販売しようとするものになります。はい、開放的チャンネル政策というのはあらゆるチャンネル、できるだけ多くの小売業に販売していこうというのが開放的チャンネル政策になります。はい、そして丸2番選択的チャンネル政策、限定的チャンネル政策とも言いますけれども、こちらも1行目アンダーラインを引いてください。選択的チャンネル政策というのは販売業者が特定の地域に対して一定の条件を備えた業者を選定し、製品を優先的に販売するものである。次もアンダーライン引いておいてください。選定された業者は他の競合製品も扱うことができます。はい、ここまでアンダーライン引いておいてください。では続いて先に丸3番閉鎖的チャンネル政策、こちらも見ておきましょう。専属的とか排他的という言い方もします。1行目アンダーラインを引いてください。閉鎖的チャンネル政策というのは販売業者が自社製品のみを取り扱う業者を選定し、選定業者にのみ製品を販売するものになります。はい、この違いよろしいでしょうか。開放的チャンネルはあらゆるチャンネル、そしてあと2つの選択的チャンネル政策、そして閉鎖的チャンネル政策というのは業者を選定する、すべてのチャンネルではなくて業者をあえて選定するのが選択的と閉鎖的です。さらにこの2つの大きな違いというのは、選択的チャンネル政策、は業者は一定条件の条件を満たしたものに選定をしますけれども、他の競合製品、他社の製品を販売すること、これは OK だということですね。それに対して閉鎖的チャンネルというのはもう自分たちの製品しか販売しないという条件になります。つまり他社製品の販売は不可、他社製品が OK なのは選択的、他社製品がダメなのは閉鎖的と、この違いが決定的な違いになります。はい、ですので販売の範囲という意味では、こちらテキストにも図表出てますけども、当然開放的チャンネル政策、これが最も広くなりますね。そして選択的チャンネルよりも閉鎖的チャンネル政策の方が条件が厳しいですので、販売先は範囲は狭くなります。ただし閉鎖的になると自分たちの製品しか取り扱ってないわけですから、その小売業とのやり取り、つまりチャンネルのコントロール力というのは非常に強いですね。自分たちのやりたいこと、これをプロモーションしてくださいとかも非常に言いやすい。ですのでチャンネルコントロール力は閉鎖的チャンネル政策が最も強くなります。そして最も弱いのは当然あらゆる小売業、あらゆるチャンネルに販売するという開放的チャンネル政策、これはチャンネルコントロール力というのはあまりないということができますね。開放的チャンネル政策においてはこういう販売促進をやりたいんだけどもと小売業に持ちかけたとしても、それが必ずしも小売業が OK と言ってくれるとは限りませんね。はい、そういうデメリットとまでは言わないですけども、
こういう特徴があるということをこの3つ押さえておいてください。ちなみに中小企業、中小のメーカーにおいては、現実的にはこの閉鎖的チャンネル政策を実行するというのはなかなか難しいですね。はい、テキストにもありますけども、ブランドのイメージの維持や消費者に対して高いサービスが提供できるに小売店を限定し、具体的には専売店制度や反社制度という名称で展開している自動車、家電など、こういうものというのは大手メーカー、ブランドイメージ、非常にブランド力の高い製品を扱っている大手メーカーが行うチャンネル政策になります。現実的には中小のメーカーが自分たちの製品しか販売したらダメですよというのはなかなか小売業者に言えないですよね。はい、ですので中小のメーカーにとっては開放的か選択的か、こちらを考えることになります。ちなみに開放的チャンネル政策というのはテキストの最後にも書いてますけれども、開放的チャンネル政策のところの最後です。食品や日用雑貨品など最寄り品で多く採用されています。当然食品とか日用雑貨品の最寄り品というのは購買頻度も非常に高いですので、あらゆるところで商品を置いている方が買ってもらうチャンスは増えますよね。そういう最寄り品というのは当然購買者の数自体も非常に多いです。ですのであらゆるチャンネルで販売する開放的チャンネルは適していると言えます。食品などは開放的チャンネルというのは一般的ですね。ただし食品などに置いてもよく本試験で事例として挙げられるのは中小のメーカーで、食品は食品でも付加価値の高い食品を扱っている、こういう付加価値商品を扱っているメーカーがというのは前提条件になることがよくあります。この付加価値商品、単価ももちろん高い商品ですねを扱っているメーカーにとっては開放的チャンネルが必ずしもいいかというと、そういうわけではないですね。どうしてもあらゆるチャンネルで販売していると、その小売業同士が価格競争になって製品の価格自体が低下して、それがブランドイメージの低下につながることもあります。ですので高付加価値の製品を扱っているメーカーであれば、あえて開放的チャンネル、最寄り品であったとしてもあえて開放的チャンネルではなくて選択的チャンネル政策を採用することが多いです。一次試験の選択肢でもあえて開放的ではなくて選択的チャンネル政策を回答させるような内容のミニ事例が出ることが多くあります。はい、ですので最寄り品、食品などの最寄り品でも高付加価値の製品を扱っているメーカーであれば、選択的チャンネル政策、スーパーマーケットに販売するのであっても一般のスーパーマーケット全てではなくて、高付加価値の製品を扱っているスーパーマーケットなど皆さんの身の回りにもあるんではないでしょうか。そういう高付加価値を扱うスーパーマーケットだけに販売をしていく、チャンネルを限定していくという政策を取ることがあります。はい、試験対策としてもそのような考え方の問題が一般的に出題されることがありますので、そのあたり覚えておいてください。ちなみに選択的チャンネル政策というのは、こちらは当然そういう高付加価値なものだけではなくて、テキストにもありますけども、買い回り品、化粧品や医薬品などの買い回り品などというのも選択的チャンネル政策を捉えることが多いということも併せて覚えておいてください。はい、ここまでよろしいでしょうか。それではホワイトボードを切り替えてまた次のテーマに移っていきたいと思います。こちらの方ご確認をください。よろしくお願いします。はい、それでホワイトボード確認をしてください。では続いて垂直的マーケティングシステムを見ていきましょう。こちらは VMS と言います。VMS と言いますので、こちらも覚えておいてください。はい、この垂直的マーケティングシステム VMS とは何かというと、テキスト括弧2番の垂直的マーケティングシステムの1行目アンダーラインを引いてください。垂直的マーケティングシステムとは、メーカー、卸売業者、小売業者が統合されたシステムとして働く流通チャンネル組織、
流通チャネル組織のことを VMS 垂直的マーケティングシステムと言います。こちら垂直的と書いてますけども、一番最初にこのような図横書きでしました。横に書きましたね。 MWRC と書きましたけども、チャネルのイメージとしては縦のイメージですね。メーカーより卸が下にあって、小売がさらに下に来て、最後の下が消費者ということになります。ですのでこのメーカーから小売、これを統合していく組織、これが垂直的なマーケティングシステムということになります。この縦の関係の連携を垂直的連携という言い方もします。一方でメーカー同士とか卸売業同士、もしくは小売業同士、この横の連携を垂直的に対して横の連携を水平的連携ということもありますので、こちらの方もできれば覚えておいてください。よろしいでしょうか。縦の関係が垂直的な連携、横の関係メーカー同士とか卸売業者同士、これが水平的連携ということがあります。はい。ちなみにこの消費者に近い小売業、消費者に近ければ近くなること川下と言いますね。川下、それに対して消費者から離れていくこと、メーカーなどのこと川上とも言いますので、こちらも覚えておいていただければと思います。はい。そしてこの垂直的マーケティングシステムですけれども、3つ種類があります。こちら ① 番から ③ 番見てください。 ① 番、企業型 VMS、 1行目アンダーラインを引いてください。企業型 VMS は同一資本の下でチャネルの中の異なる流通段階が統合されたシステムになります。はい。同一資本というところがポイントですね。はい。そして ② 番、契約型 VMS。 契約型 VMS は異なる資本の下で異なる流通段階が契約によって統合されたシステムのことになります。はい。ここまでアンダーライン引いておいてください。そして ③ 番、管理型 VMS、 1行目アンダーラインを引いてください。異なる資本の下で異なる流通段階の企業がパワー関係によって結びつきを強め、管理的に統合されているシステムのことになります。はい。この違いよろしいでしょうか。企業型というのは同一資本ですね。企業、同じ企業という意味で同一資本がポイントです。そして契約型と管理型は資本は違うけども、契約型は、契約型という名前の通り契約によって結ばれている。管理型は契約という正式なものはないですけども、パワー関係によってパワーの強いものが管理している。これが管理型 VMS になります。はい。ですのでテキストにもありますけども、管理力という意味では当然同じ資本の企業型が最も強くて、契約など特にないパワー関係による管理型 VMS が管理力という意味では一番弱くなります。ただし管理力が強くなる分といいますか、投資負担は当然同一資本ですので企業型が最も大きいですね。そして管理型はパワー関係によるものだけですので、投資負担は小さい、他に比べて小さいというかほとんどないということになります。はい。柔軟性という視点では同一資本ですので、柔軟性、なかなかすぐに変えるということは難しいですね。大きな投資を行いますので柔軟性は企業型 VMS は最も低いということになります。はい。そして特に公式な契約などもない管理型というのは柔軟性、すぐに変えるということは比較的簡単ですね。柔軟性は最も高いというこの関係を理解しておいてください。はい。この垂直的マーケティングシステムでは企業型 VMS、 契約型 VMS、 管理型 VMS、 この言葉をしっかりと覚えて、その違い、この関係というところを理解しておいてください。はい。よろしいでしょうか。それではホワイトボードを切り替えて、また次のテーマに移っていきたいと思います。こちらの方をご確認ください。よろしくお願いします。
はい、それでホワイトボード確認をしてください。では続いて5番流通チャネルの管理に入っていきたいと思います。はい、まずはテキスト括弧1番流通チャネルの管理のところの2段落目を見てください。2段落目、流通チャネルの管理とはのところです。はい、こちらアンダーライン引いておきましょう。流通チャネルの管理とはチャネルリーダーによって流通チャネルが適切に管理運営されることになります。このチャネルリーダーというのがキーワードになりますので、チャネルリーダーが管理していること、これを押さえておいてください。はい、そしてこの括弧1番流通チャネルの管理の4段落目を見てください。最後の段落になります。我が国の流通におけるのところを見てください。はい、我が国日本の流通におけるチャネルリーダーというのは、戦前までは卸売業者でしたけれども、戦後になると大規模メーカーにとって変わりました。戦後日本を今でも代表する大手メーカーが出てきましたね。はい、戦後は大規模メーカーがチャネルリーダーとなりました。はい、大規模メーカーは大量生産体制により流通を系列化し、メーカー主導で流通チャネルを管理をしてきましたけども、近年というのはマーケティングコンセプトでいうと消費者志向ですので、大規模小売業が強力なバイングパワーを背景に流通チャネルを管理しているケースが多いということになります。戦前は卸売業、そして戦後間もなくは大規模メーカーがしばらくチャネルリーダーとなり、近年は小売業、大手の小売業がチャネルリーダーとなっているケースが多いという時系列になっています。はい、そして括弧2番の流通系列化ですけども、こちらはメーカーがチャネルリーダーである場合のケースの種類が書いております。こちらも押さえておきましょう。まず ① 番専売性反射性というのは、1行目アンダーラインを引いてください。専売性というのは販売業者に対してある特定メーカーの製品以外の取り扱いを禁止する制度になります。専売性ですので、販売業者に対して自分たちの製品以外は取り扱わないでくれという制度ですね。これが専売性になります。はい、そして ② 番、一点一寵愛制。寵愛という言葉はなかなか馴染みがない方多いとは思いますけども、寵愛イコール取引と思っていただいて結構です。寵愛イコール取引と思ってください。一点一寵愛制、こちらも1行目アンダーラインを引いておいてください。一点一寵愛制というのは、メーカーが小売業者の仕入れ先を特定の卸売業者に限定する制度になります。はい、仕入れ先を特定の卸売業者に限定する制度、これが一点一寵愛制。はい、そして ③ 番、テリトリー制。こちらも1行目アンダーライン引いておいてください。テリトリー制というのは、メーカーが販売業者に対し製品の販売地域を限定する制度になります。販売地域を限定、これがテリトリー制。下に例が出てますけども、イメージしやすいのは小売段階では新聞業界などというのは、新聞の販売というのはこのエリアまでしか君たちは販売したらダメですよというのはなんとなく分かるんではないかと思います。これはテリトリー制になります。はい、専売性、一点一寵愛性、テリトリー性、この違いよろしいでしょうか。専売性は自分たちの製品しか販売したらダメですよというのが専売性。一点一寵愛性というのは仕入れ先を特定の卸売業者に限定をする、これは一点一寵愛性。テリトリー性は販売地域を限定する、この違いを理解するようにしておいてください。はい、ここまでよろしいでしょうか。それではホワイトボードを切り替えて、また次のテーマに移っていきたいと思います。こちらご確認ください。よろしくお願いします。はい、それではホワイトボードを確認をしてください。では続いてチェーン形態を見ていきましょう。このチェーン形態に関しては、チャネル間の管理というよりも、
主に小売業の中での店舗の管理というふうにイメージをしてください。チェーン形態としてテキストを見ていただきますと、1番から3番まで3つ出ております。まずは1番のレギュラーチェーンから見ていきましょう。レギュラーチェーンは RC とも言います。1行目アンダーラインを引いてください。レギュラーチェーンとは単一資本の下で直営方式により多店舗展開を行う集約的なチェーン形態のことになります。はい、レギュラーチェーンは単一資本の下というのがポイントになりますね。日本においては多くのスーパーマーケットというのはこのレギュラーチェーンの形態をとっています。はい、続いて2番フランチャイズチェーン FC とも言います。こちらも1行目アンダーラインを引いてください。フランチャイズチェーンとはチェーン本部フランチャイザーが加盟店フランチャイジーに対し一定の地域における独占的な販売権を与え、フランチャイズパッケージを提供する契約を結ぶチェーン形態、契約を結ぶチェーン形態、これがフランチャイズチェーンになります。この FC フランチャイズチェーンの代表例としてはコンビニエンスストアが挙げられます。コンビニエンスストアはほとんどがフランチャイズチェーン形態になっています。こちらはレギュラーチェーンが同一資本であるに対して、同一資本ではなくて本部と加盟店という関係で、実際の小売店加盟店というのは本部との契約によって販売する権利を本部が与えているというものになります。フランチャイズチェーン、はい、こちらは契約によってフランチャイズパッケージを提供すると書いてますけども、2段落目見てください。フランチャイズパッケージというのは何かというと、本部が開発したサービスとか商標経営ノウハウなどを含めたもの、これを加盟店小売店に提供する。その代わりに加盟店は本部に対してロイヤルティ特約料を支払う。このロイヤルティという言葉も重要ですので、ここだけアンダーライン引いておいてください。ロイヤルティ、はい、本部がフランチャイズパッケージを加盟店に提供し、その代わりに加盟店は本部に対してロイヤルティを提供する、このような仕組みがフランチャイズチェーン FC になります。はい、そして3番ボランタリーチェーン VC を見ておきましょう。1行目アンダーラインを引いてください。ボランタリーチェーンとはフランチャイズチェーンに比べ結束力、結合力が弱く、資本的に独立している小売店が経営の一部を本部に任せて経営の合理化を図る任意連鎖組織のことになります。はい、このボランタリーチェーンというのは同一資本でもなく、特別なフランチャイズチェーンのような契約でもなく、任意の連鎖組織、というのがポイントになります。はい、そしてボランタリーチェーンの下に括弧 A と括弧 B がありますけれども、小売業主催型、卸売業主催型 VC、 この2つがあります。はい、そして括弧 A、 小売業の主催型というのはコーペラティブチェーンとも呼びます。こちらもアンダーライン一応覚えておいていただければと思います。コーペラティブチェーン、はい、そして B が卸売業主催型 VC、 卸売業が本部の役目を担うというところで、このチェーン形態では登場人物ほとんど小売業ですけども、ここだけ卸売業が出てきますね。ここだけ卸売業と小売業の組織チャンネルの管理ということになります。はい、ここよろしいでしょうか。レギュラーチェーンは同一資本、フランチャイズチェーンは契約ということで、先ほど学習した垂直的マーケティングシステムの切り口とかなり近いですね。はい、ですのでメリット、デメリット、特徴というのも先ほど垂直的マーケティングシステムで見たものとかなり近いものになっています。レギュラーチェーンだと単一資本ですので、当然投資の負担は大きくなったり、柔軟性が少しいきなり大きく方向転換する戦略を変えるというのは少し難しいというのであったりしますね。そしてフランチャイズチェーンというのは自分たちの資本ではありませんので、コンビニエンスストアのように多く店舗を展開していく、店舗をたくさん増やしていくなら、当然投資負担の低いレギュラーチェーンよりもフランチャイズチェーンの方が適している。ですのでコンビニエンスストアはフランチャイズチェーンを採用していることがほとんどということが言えます。はい、そしてボランタリーチェーンというのは任意の連鎖組織になりますね。こちらはいくつかの小売業が任意で集まって
大規模小売業のようなメリットを享受するために作られるというのが大きな目的になります。大きな組織、小さな組織が集まってボランタリーチェーンとして一つの大きな組織になることによって、メーカーや卸売業に対して大量仕入れをすることができますので、比較で安い値段で商品を仕入れることができますね。はい、または配送などというのも個々で行うよりも一つのチェーン形態として行った方が規模の経済性というメリットを享受することがありますので、そのような目的でボランタリーチェーン、任意連鎖組織として展開しているというふうに押さえておいてください。はい、そして次に括弧4番に国際フランチャイジングというのが載っております。フランチャイズ方式ではあるんですけども、海外に展開するフランチャイズ方式、こちらは下に図表が出ております。こちらの3つも違い押さえておいてください。はい、1つがダイレクトフランチャイズ。ダイレクトフランチャイズ、こちらは本部は本国に置いたまま、本国に置いたまま進出先国でフランチャイズ契約を締結する形態。本国の本部と加盟店は進出先の国という形ですね。これがダイレクト、直接的なフランチャイズになります。続いてマスターフランチャイジング、現地企業と合弁で現地の本部を設立する。ここがダイレクトフランチャイズと大きな違いですね。現地の本部を設立をして本国にある本部と契約を結び、進出先国でフランチャイズ事業の運営業務を行う権利を与える形態になります。はい、合弁で現地の本部を設立する、そして本国にある本部と契約を結ぶというのがマスターフランチャイジングになります。はい、そして最後サブフランチャイジング、進出先国の現地本部が現地で加盟店を募集するというところですね。マスターフランチャイジングとサブフランチャイジングは少し違いが微妙ですけども、マスターフランチャイジングは現地と合弁で現地本部を設立し、本部と契約を、本国にある本部と契約を結ぶ、これがマスターフランチャイジングだ。サブフランチャイジングは新作国の現地本部が現地で加盟店を募集するという違いがあるところを押さえておいていただければと思います。はい、国産フランチャイジングもこの3つ、ダイレクトフランチャイジング、マスターフランチャイジング、サブフランチャイジング、こちらの違いを覚えておいてください。はい、ここまでよろしいでしょうか。それではホワイトボードを切り替えてまた次のテーマに移っていきたいと思います。こちらご確認ください。よろしくお願いします。はい、それではホワイトボードを確認をしてください。では続いてパワーコンフリクト理論を見ていきましょう。このパワーコンフリクト理論というのは突き詰めていくと非常に深い内容になっているんですけども、本試験ではそれほど出題されておりませんので、基本的なところだけしっかりと押さえておきたいと思います。はい、まずこのパワーコンフリクト理論のパワーとは何かということですけども、テキスト1番パワーの1行目を見てください。パワーとはあるチャンネルメンバーが他のメンバーのマーケティング戦略をコントロールできる能力のことになります。他のメンバーのマーケティング戦略をコントロールできる能力、これがパワーですね。では具体的にパワーとはどういうものがあるのかというと、下の図表、パワー資源の図表を見てください。パワー資源としてまずは大きく2つ、経済的なものと非経済的なものに分けることができます。はい、そして経済的には2つ、報酬パワー資源と制裁パワー資源が書かれています。報酬パワー資源というのはどういうことかというと、メーカーが持つ製品自体をはじめ、アローワンスとかテリトリー制などのことになります。テリトリー制というのは先ほど学習をしました、ね、そしてアローワンスというのは価格戦略のところで出てきました。アローワンスというのは販売促進をするときに割引をすること、これがアローワンスになりましたね。こういうものが報酬パワー資源になります。はい、それに対して制裁パワー資源というのはマージンの縮小や出荷停止など、飴とムチでいうと飴が報酬パワーであるに対してムチが制裁パワー資源ということが言えますね。はい、続いて非経済的なところ、まずは一体化パワー資源ですけども、一体化とは何かというと、
資源チャンネルメンバーに一体化したいと思わせるような資源のことです。具体的には次に書いてます。系列の小売店がメーカーに対して持つようなもの、系列の小売店、例えば自動車を販売している小売業、系列であればトヨタの販売会社というのがありますね。トヨタの販売会社であれば自分たちは他の自動車メーカーではなくてトヨタの車を販売している、トヨタの販売車を販売することに一体化を感じる、こういうものが一体化パワー資源になります。続いて正当性パワー資源、パワーを保持するために正当性が認められる資源のこと。具体的にはフランチャイザーがフランチャイズに対して持つようなもの、これはフランチャイズチェーン形態のところで見てきました。フランチャイザーというのは本部のことですね。フランチャイジーというのは加盟店です。本部と本部が加盟店に対して持つようなもの、これは契約で結ばれてますので正当性なパワーがあるというような例になります。はい、この報酬パワー支援から正当性パワー支援というのはなかなか中小のメーカーとか小売業が持つのは非常に難しいですね。やはりどちらかというと大手の企業が持つパワーということが言えます。はい、それに対して次の専門性パワー支援なんですけども、こちらはメーカーが持っている専門的な店舗管理の諸技術などということで、こちらは資金とか規模的なものというよりもノウハウになります。こういうノウハウというのは中小企業でも持っている企業いくつかありますね。はい、これ中小企業が持つことができる、それは専門性パワー資源になります。そして最後、情報パワー資源、顧客情報や業界情報、ポス情報などがあります。はい、このチャンネル管理のところで最初に見てきましたけども、チャンネルリーダー、チャンネルリーダーというのが戦前は卸売業で、戦後はメーカーに変わってきて、そして直近は小売業に変わってきているということを見てきましたけども、そのチャンネルリーダーが小売業に変わってきている一つの理由として、マーケティングコンセプトが消費者志向に変わってきているということが一つ挙げられます。消費者志向に変わってきているということは、その最終消費者、一番接しているのは小売業ですね。つまりその小売業が最終消費者の情報を一番持っている、この情報パワー資源が一番あるのが小売業ということで、チャンネルリーダーがメーカーから小売業に変わってきている一つの理由ということが言えます。はい、ここまでよろしいでしょうか。では続いて丸2番、コンフリクトですけども、コンフリクトの意味はよろしいでしょうか。衝突とかそういう意味合いですね。はい、こちらコンフリクトは次のコンフリクトの制御戦略という図表、こちらを見てください。はい、制御戦略として4つ挙げられています。まずは交渉戦略、コンフリクトの当事者同士が交渉する、これが交渉戦略。そして相互浸透戦略、コンフリクト当事者の両組織の人事交流などを行う、人事交流などを行うが相互浸透戦略。そして境界戦略、コンフリクト当事者の両組織の境界に位置するセールスパーソンなどに解決をさせるもの、これが境界戦略。そして最後が超組織戦略、これは当事者同士ではなくて第三者機関などの裁定を受けるもの、これが超組織戦略になります。このパワーコンフリクト理論というのは平成28年度に出題がありました。この選択肢の中に非常に難しい選択肢もあったんですけども、一つの選択肢の中に相互浸透戦略、これを行うことでコンフリクトを制御できるというような選択肢がありました。つまり細かい内容あまり分かってなくても、このコンフリクトの制御戦略として一つとして相互浸透戦略というものがあるというところまで覚えていれば、ピンポイントで正解を導くことができる問題になっておりました。はい、続いて丸3番、パワーコンフリクト理論が主張するチャンネル管理の方向性ですけども、こちらは一番最後の段落を見てください。今後 LW スターンらがのところです。今後 LW スターンらが社会システム論の中で提示した4つの行動、パワー、コンフリクト、そして役割コミュニケーションのうち、役割とコミュニケーションも考慮した戦略展開が必要になってくると書いてます。はい、このパワーとコンフリクトだけではなくて、
役割とコミュニケーションも考慮した戦略展開というのが次に見ていく6番の生産と販売を結ぶシステムの内容になってきます、はい、では続いて6番生産と販売を結ぶシステム見ていきたいと思いますけれども、ホワイトボードを切り替えますので、まずはこちらの方をご確認をください。よろしくお願いします。はい、それでホワイトボードを確認をしてください。では生産と販売を結ぶシステムを見ていきたいと思います。こちら番号は6番に変わっておりますけども、内容としてはチャネル管理の一部と思ってください。はい、まず括弧1番製版同盟ですけども、1行目アンダーラインを引いてください。製版同盟、製版連携とはメーカーと小売業、メーカーと小売業との間に結ばれた受発注管理、在庫管理、物流管理を中心とした両者による共同作業化、統合化の形態のことになります。この最後、両者による共同作業化、統合化の形態のこと、ここがポイントになりますね。はい、具体的には製版同盟どういうものがあるのかというと、2つのレベルに分かれます。1つ目が丸1番の機能的戦略提携になります。機能的な提携です。はい、こちら丸1番機能的戦略提携も1行目アンダーラインを引いてください。機能的戦略提携というのはロジスティクス分野における業務遂行レベル、業務遂行レベルに限定された関係のことで、 ECR が代表例となります。はい、ちなみに業務遂行レベルというのは何かというと、次に書いてますね。店頭の品揃えとか最適化し、品揃えを最適化し、商品の供給を効率化すること、商品の提供のこと、これが業務遂行レベルになります。はい、そして今アンダーライン引いていただいたところの最後に ECR という言葉が出てきましたけども、次の段落に ECR の説明が出てますので、そちらもアンダーラインを引いてください。 ECR とは小売店の POS データを EDI によって卸メーカーが共有をして、商品の効率的な補充を実現するシステムのことになります。次もアンダーライン引いておいてください。 ECR と同様の概念として QR クイックレスポンスというものもあります。はい、この ECR というのは何かというと、小売店の POS データ、 POS データというのは小売店の売上データと思ってください。売上データを EDI、 これは電子データによって卸メーカーが共有されている状態のことになります。はい、この売上データ、小売業の売上データを卸メーカーがすぐにシステム上分かることによって、いちいち小売店の方にどういう商品が今売れてますかねというのを聞く必要がないということですね。そして自分たちの商品、扱っている商品がこれだけ売れたからそろそろ発注が来るだろうというような形で、小売店が発注する前に先回りして卸とかメーカーがこの商品そろそろ補充しないといけないなというような形で効率的な補充を実現しているというシステムのことになります。はい、この ECR というのは主に食品で扱われているのは ECR と思ってください。はい、そして最後アンダーライン引いていただいたところに QR というのが出てきましたけども、これはクイックレスポンス、これは食品ではなくてアパレルで行っているところは QR という、やってることは同じです。内容は同じですけども、食品であれば ECR、アパレルは QR というふうに理解をしておいてください。はい、このような業務遂行レベルの提携が、これが機能的戦略提携になります。はい、では続いて丸2番、包括的戦略提携。こちらも1行目アンダーラインを引いてください。包括的戦略提携関係とは、業務遂行レベルに加えて、商品開発も含めた関係を持ち、メーカーが特定の流通業者とともに PB 商品を共同開発することになります。はい、こちらは業務遂行レベル、この機能的戦略提携に加えて、包括的戦略提携というのは PB はよろしいですね、製品戦略のところで見ました、プライベートブランド、
小売業がブランドとして持つ商品をメーカーと小売業が共同で開発するところも含まれている。これが包括的戦略の提携になります。正反同盟というのは2つのレベル、機能的な戦略提携と包括的戦略提携に2つのレベルに分かれているというところをしっかりと押さえておいてください。はい、では続いて括弧2番 SCM サプライチェーンマネジメントですけれども、こちらはどちらかというとマーケティングというよりも運営管理の店舗販売管理の方で取材される可能性の方が高いのではないかなと思います。内容だけ確認をしておきましょう。1行目アンダーラインを引いておいてください。原材料の調達から生産・流通段階を経て最終消費者に至るまでの商流・物流・情報流に関わる全活動をサプライチェーンと言います。 SCM とはサプライチェーンを統合的に管理する経営手法のことになります。サプライチェーンを統合的に管理する経営手法、はい、サプライチェーンというのはメーカーから卸を通してリテイラー、小売まで、これはサプライチェーンと言いますね。このそれぞれがどこかが強くなるのではなくて、これを一つの企業体のような形で全体最適を行っていく、このサプライチェーンの全体最適を行っていくのがサプライチェーンマネジメントの目的になります。はい、そしてこのサプライチェーンマネジメントだけではなくて正反同盟においても重要なキーワードというのはこちらに書いてます。情報を共有する。先ほど見たパワーコンフリクト理論では情報というのは大きなパワーではありましたけども、この情報を共有、サプライチェーンもしくは小売とメーカーで情報を共有することによってより効率的もしくは効果的に仕事を進めていこうとするもの、この情報共有をしていくというのが一つのポイントになっております。はい、そして括弧3番 SPA ですけども、これは企業同士の連携ではなくてこれは業態のことを表しています。 SPA というのは製造小売業のことですね。そしてこの SPA の最後の A は何を表しているかというとアパレルを意味しております。はい、ですのでテキストにも代表例としてはユニクロが挙げられておりますけども、特にアパレルの製造小売業を表す、これは SPA ということが多いです。はい、これは当然製造小売業ですので製品の企画開発から製造そして販売までを行う、これが SPA になりますね。はい、ただし2段落目に書いてますけども全ての機能を自社で保有しているわけではないというところは注意をしてください。はい、ここまでよろしいでしょうか。はい、それではホワイトボード切り替えてまた次のテーマに移っていきたいと思います。こちらの方まずはご確認ください。よろしくお願いします。はい、それでホワイトボード確認をしてください。では続いて7番の延期投機理論、こちらを見ていきましょう。延期投機とは何かというとテキスト括弧1番の延期投機理論の2段落目から見てください。2段落目です。まず延期というのは何かというとこちら2段落目アンダーラインを引いてください。延期とは製品の生産から消費に至る一連の流れの中で製品形態の確定と在庫形成を消費現場に近い点まで引き伸ばすことを意味しています。はい、この最後の消費現場に近い点まで生産とか在庫形成を引き伸ばすこと、これが延期の考え方になります。はい、それに対して投機ですけども次の段落投機とはのところもアンダーラインを引いてください。投機というのは消費現場から遠い点で前倒しして製品形態の確定と在庫形成を行うことを意味しております。はい、この製品の確定、製品形態の確定と在庫形成が延期というのはできるだけ消費の地点に近づけるですね、消費現場のところまで近づける、これが延期の考え方。逆に投機というのは
製品形態の確定と在庫形成を前倒しする、消費現場から遠い点で前倒しする、つまり実需を予測してどれだけ売れるのかというのを予測してあらかじめ生産をする、在庫を持っておくというのが投機の考え方になります。はい、もうすでに運営管理の生産管理、こちらを学習した方ならこの言葉ご存知だと思いますけども、延期、生産もしくは在庫の形成を消費地点まで近づけるということは、生産でいうと受注生産になります。受注生産、つまり注文をもらってから、お客さんから注文をもらってから製造をしていくこと、これが受注生産ですね。投機は見込み生産、見込み生産というのは言葉の通り見込みですね。これだけ売れるだろうと見込んで予測してあらかじめ生産をするのが見込み生産になります。はい、延期の考え方というのは注文を基本的にもらってから生産を始めますので、注文は毎回定期的に来るとは限りませんね。 A という注文が来れば次は違う内容の B という内容の注文が来たりします。そういう意味で生産は分散の生産になります。それに対して投機の考え方は予測してあらかじめ生産をしますので、同じ商品を、同じ製品をまとめて生産することができますね。集中生産ということが言えます。はい、この受注生産が延期、見込み生産が投機、この考え方を覚えておいてください。はい、続いて2番、これからのチャンネル対応のところを見ていただきますと、まず1行目、従来のメーカー主導型のチャンネルにおいては投機型が支配的ではありました。はい、ただし消費者志向に変わってきている、はい、消費者ニーズやライフスタイルが多様化している中では、お客さんのニーズというのは変わってきますので、そういう意味では見込みがしづらいという状況になってきています。はい、ですので基本的にはお客さんの注文が確定してから受注をしていく、この延期の考え方が重要になってきているというところは第一段落に書いてますね。はい、第一段落の一番最後の文章、4行目を見ていただきますと、多くの製品の流通マーケティングは投機型から延期型に移行していると書いております。はい、そして次の第二段落目、アンダーラインを引いておいてください。延期型のマーケティングシステムを構築するためには、実需に合わせた受注生産を行い、分散生産、分散在庫で店舗の近接店に生産搬送拠点を持ち、単サイクルでの配送で在庫負担を軽減する必要がある。ここまでアンダーライン引いておいてください。受注生産、注文をもらってから生産することでお客さんのニーズに合わせたものを作ることはできますけども、それを作るのに2ヶ月3ヶ月かかるとなると、それは意味がないですね。お客さんの手元に届くまで、これをサイクルをできるだけ短くする、これが重要なポイントになってきます。はい、一方で投機というのは見込み、予測してやってますので、比較的延期に比べるとサイクルは長くなるということになりますね。延期は受注生産で、分散生産、そしてサイクルを短くしていくとこがポイントだということになります。はい、もちろん全ての製品をこのような延期の考え方で受注生産することは現実的には無理ですね。例えば最寄り品、食品とか日用雑貨品の最寄り品を注文をもらってから生産するというのは現実的ではないわけです。そういうものはやはり見込み生産で生産しなければいけないですけども、先ほど学習した製版同盟とかサプライチェーンマネジメントなどによって小売店と情報共有することによって、結構この商品これぐらい売れてきてるから、もうちょっとこれぐらい生産してもいいのかなということで、この小売の売上を見ながらどれだけ今後売上が上げることができるか、情報共有によってこの見込みの精度を上げていく、投機であっても予測、見込みの精度を上げていくというのは非常に重要になってきますね。はい、
またこの当期から延期に移行する例としては、まあ、一般消費財、一般消費者が利用するものは少なからず見込み生産しているケースが多いですけども、例えばパソコンのデルで、皆さんデルのホームページからパソコン買ったことある方もいらっしゃると思います。デルのホームページに行くと決まった基本的な仕様はありますけれども、それに自分なりにカスタマイズもすることができますね。そして注文を確定させてからデルは組み立てる、全く 100% 受注生産ではなくて、部品はある程度揃えておいて、注文が来た時点でその仕様に合わせて組み立てる、ある意味受注生産をしているというデルの例になりますね。はい、これは見込み生産をある程度部品の部分ではしながら、まあ、厳密に言えばデルは部品を購入しながらということになりますけども、組み立てるところだけは受注生産をするという、この組み合わせのパターンなどもあります。はい、こういう形でできる限り消費者の情報をメーカーも得ることによって受注生産に近づける、もしくは見込み生産であっても予測の精度を高めていくことが今後非常に重要になってきているんだよということが、括弧2番これからのチャンネル対応のところに書いている内容になります。はい、よろしいでしょうか。それではホワイトボードを切り替えてまた次のテーマに移っていきたいと思います。こちらの方ご確認をください。よろしくお願いします。はい、それではホワイトボード確認をしてください。では続いて8番物流戦略を見ていきましょう。物流戦略については具体的な内容はこのマーケティングよりも運営管理の店舗販売管理、こちらで出題されます。ただしマーケティングにおいても物流に関する出題ありますので、全体的な内容はこちらでしっかりと押さえておきたいと思います。はい、まずテキストを見ていただきますと、括弧1番に物流の重要性という言葉が出てますけども、なぜ物流の重要度増しているのかというと、市場環境が近年大きく変化をしています。皆さんもよく聞いたことあると思いますけども、消費者ニーズが多様化している、ニーズの多様化ということがよく言われています。小売店にとってはこの消費者ニーズの多様化に対応するためには、さまざまな種類の商品を品揃えする必要がありますね。同じ内容の商品であってもサイズの違いとか少し味が違うものとか、そういうもの、こういうもの、多品種を品揃えする必要があります。店舗ではニーズの多様化に対応するために多品種化が進んでいます。店舗にとって品揃えする商品が増えるということは、そのまましていると在庫が非常に増えてしまいますね。ただし店舗にとって在庫が増えるというのは経営を圧迫する理由にもなりかねません。ですのでできるだけ在庫は抑えたいというのが店舗の考え方になります。ただし在庫を少なくするといっても、欠品、店頭で欠品が起こってしまうと売り上げを逃すことになりますね。ですので在庫はトータルとしては削減したいけども、欠品はしたくない、この在庫は減らしたい、ただし欠品はしたくないというのはある意味矛盾する内容になりますね。欠品を避けるためにはある程度在庫を持っていく必要があります。はい、この欠品率を低下させる、欠品をなくすことと在庫削減する、トータルとしての在庫を削減する、これを求めることによって物流というのが非常に重要度を増していっているの背景になります。はい、この欠品率低下、そしてトータル在庫の削減、この要請のために物流環境というのは小売業からの要望としては多品種ですね、多品種化してますので、多くの商品を少しずつ、トータルの在庫は増やしたくないので少しずつ、ただし必要なものは在庫として持っておく必要があります。欠品しないために在庫は持っておく必要がありますので、必要なもの、そしてできるだけ単サイクルに、
注文したらすぐに配送してもらえるような形、この物流として多品種多くのものを少しずつ非常に短いサイクルで納品してもらう、こういう要請が強まってきています。はい、テキストを見ていただきますと、括弧2番物流環境の変化の丸1番物流要請の多様化のところ2段落目を見てください。2段落目です。卸売業が従来から受けている小売店からの物流要請には指定場所納品、指定場所納品、完璧な納品率の要請、これは注文したものは全て配送してもらえるということですね。そして緊急納品、何か特別なあったときは特別な対応をしてもらう緊急納品などがありますけども、最近特に指定時間納品、これは単サイクルなどにも関わってきますね。指定時間、この時間に納品をしてくれという要請が強まってきております。ですので小売業では物流に関してスピードと正確性、スピードと正確性を重視しているということが書いております。はい、この多品種の商品をちょっとずつ単サイクルで納品していく、この考え方が丸2番ジャストインタイム物流ということになります。ジャストインタイム物流、この丸2番のジャストインタイム物流の2行目の最後から見てください。はい、必要なもの、必要なもの、必要な数量だけ、必要な時に仕入れることによって余分な在庫を持たず、保管費の削減、保管費の削減や限られたスペースを有効に活用するシステムのことであります。はい、これがジャストインタイム物流。生産管理をすでに学習している方であれば、このトヨタ看板方式ということを学習したことを覚えていらっしゃる方もいらっしゃると思います。はい、それに関連したもの、それを応用したものがこのジャストインタイム物流になります。はい、そしてこのジャストインタイム物流を物流としては実現するために、括弧3番のトータルロジスティクス、このような概念を導入している企業が非常に増えてきています。はい、この流れよろしいでしょうか。市場が変化していて、そして物流の要請も非常に難易度が高くなってきています。そのためにトータルロジスティクス、このような概念を導入している企業が多くなってきていることが背景としてあります。はい、ではこのトータルロジスティクスの内容についてはホワイトボードを切り替えて説明していきますので、まずはこちらの方をご確認をください。よろしくお願いします。はい、それでホワイトボードを確認をしてください。はい、では引き続き物流についてトータルロジスティクスを見ていきたいと思います。テキスト括弧3番トータルロジスティクスの1行目アンダーラインを引いてください。トータルロジスティクスとは、物流にシステムの概念を導入する、システムの概念を導入し、システム化という視点から物流全体の効率化を図ろうという考え方になります。はい、次もアンダーライン引いておいてください。マーケティングでは戦略的物流という意味で使われています。戦略的物流という言葉も覚えておいていただければと思います。はい、トータルロジスティクスというのは物流システム、まずは情報システムを活用するのが大前提になります。はい、それを伴って効率化を図っていく、これがトータルロジスティクスの考え方ですね。はい、そして2段落目見てください。主な機能にはのところ、主な機能には注文処理、保管、在庫管理、輸送というのがあります。はい、一つずつ見ていきますと、丸1番注文処理ですけども、こちらはよろしいですね。注文、小売店からさまざまな商品の注文をもらいます。ただし先ほど申し上げたとおり、商品の数というのは非常に増えていますので、マニュアル、手作業では限界がありますね。トータルロジスティクスの考え方通り、こちらをコンピューター化して迅速に正確に対応することが必要になります。はい、そして丸2番保管ですけども、こちらはテキスト3行目の真ん中以降、後半のところを見てください。3行目の後半のところ、保管拠点を増やすとのところです。保管拠点を増やすとサービス水準は向上しますね。保管拠点というのは物流センターと言い換えると分かりやすいかと思います。物流拠点ですね、保管の拠点です。例えばある企業、全国に
配送しているけども、この保管拠点というのが関東エリアにしかなかったとしましょう。関東エリアから全国に配送をしているケースがあったとすると、この保管拠点を西日本のどこかにもう一個増やすと、西日本の方面というのは関東エリアから配送するよりも、この西日本エリアからの保管拠点から配送する方が迅速な対応がすることができますね。はい、ですのでサービスの水準は向上します。ただし新たな保管コスト、当然物流拠点、保管拠点が2つになるとコストは上がります。保管コストの発生により物流のトータルコストは当然増大をしてきます。はい、ですので保管拠点というのはサービス水準、サービスの水準とその物流コストを勘案して、そのバランスを考えて計画する必要があります。はい、そしてテキストの下に括弧 A と括弧 B、 括弧 A が保管倉庫、括弧 B が流通倉庫という言葉が出てますので、こちら確認しておきましょう。保管倉庫というのは製品の中長期的な保管場所のこと。一般的に保管というとこちらをイメージしがちですね。保管倉庫が中長期的に製品を置いておく場所のこと。はい、ただし B、 流通倉庫というのもあります。流通倉庫というのは検品、仕分け、品揃えなどに伴い短期間だけ保管する倉庫になります。はい、この保管倉庫、保管拠点のところにさまざまなメーカーから商品が入ってきます。そしてその集められた商品を各店舗ごとに仕分けする作業がこの保管の場所では必要になってきます。単に商品を置いておくのではなくて、集められたそれらの商品群を店舗別、配送する店舗別に仕分けする場所、これを流通倉庫だと思ってください。はい、検品、仕分け、品揃えなどの作業を行う、これが流通倉庫になります。大きくは2種類に分かれます。はい、そして次丸3番、在庫管理ですけども、当然製品を保管していると在庫管理が重要になってきますね。企業は過剰在庫と在庫不足の均衡に留意する。在庫は多すぎてもいけないですし、コストがかかりますね。ただしサービス水準の向上という意味では少なすぎてもいけません。このバランスは非常に難しいですけども、この適正な在庫水準を維持する、これが在庫管理の目的になります。はい、そして丸4番が輸送になります。輸送は3行目の後半のあたりから見てください。3行目の後半あたり、鉄道、トラック、水運、パイプライン、航空といった輸送手段の中から適切な方法を選択をします。例えば飛行機、飛行機であれば非常に遠方でも早い時間に配送をしてもらえますね。ただし飛行機を使うとなるとコストはかかってしまいます。こちらもそのサービス水準とコストのバランス重要になりますね。次の行に書いてますけども、スピード、あと信頼性、そして利用可能性、コストなど多くの要因の調整を図る必要があります。はい、これらのバランスを考えて輸送手段をまず選択していくというのは重要になってきます。はい、では続いて括弧4番、物流の効率化を見ていきましょう。はい、この物流の効率化を図るにはまず丸1番、物流管理の合理化、これは各企業、企業個々が行うことの内容になります。はい、1行目から見ていただきますと、個別の企業は物流管理の合理化、省力化のために丸1番、物流部門を設置したり、物流会計を導入したり、あとは荷役作業の機械化とか、4番、情報機器の導入、情報化、これ機械化、情報のシステムの導入というのは大前提になりますね。あとは丸5番、輸配送の計画化や平準化による受発注配送方法の改善とか、あとは丸6番、もし必要であれば、現実的には難しいこともありますけれども、適正なサービスコストの負担を相手先に要求するための取引慣行の改善ということも必要になってきます。はい、ただしやはり特に中小企業においては自分たち一人だけではやっていくには限界はどうしても出てきます。はい、ですので自分たち一人だけでやるのではなくて共同化という考え方は丸2番ですね。共同化、はい、
そして共同化には3種類あります。テキスト丸2番物流の共同化の下に図表がありますので、そちらを見てください。共同化物流というと、まず一番上、集荷配送の共同化、これを一番イメージすると思います。輸送ロットの大口化などが可能になりますね。はい。そして次の内容が共同物流センターの設置になります。集荷配送に加えて保管なども共同で行う物流拠点、物流センターを設置するというのが2つ目の内容。はい。さらに進むと3つ目、共同物流情報ネットワークの構築、これは受発注在庫データを統合したネットワークを構築するというところで、ここまでくればもう共同というよりも一つの企業体のようなイメージになってきますね。はい。このような共同化というのは物流効率化の一つの方向ではありますけども、共同化していっても限界がある、もしくはもっとサービスを求められるということになると、丸3番サードパーティーロジスティクスという選択肢も出てきます。はい。こちらも1行目アンダーラインを引いてください。サードパーティーロジスティクスとは、専門性の高い第三者企業に対して、包括して物流機能を委託することを指します。はい。もう自分たちはあえて物流というところは自分たちでやらずに、共同化もやらずに、この専門として行っているサードパーティーロジスティクス、こちらに委託をしようという意味合いですね。はい。こちらサードパーティーロジスティクスの次、2段落目を見てください。はい。従来のアウトソーシング外注というのは、委託する範囲が物流業務の一部であるのに対して、 3PL サードパーティーロジスティクスというのは、受発注業務から在庫管理、輸配送管理業務などロジスティクスに関する広範囲な業務を行う点で異なっています。単に業務を代行してもらうだけではなくて、そのロジスティクス全体の設計であったり、サービス、高いレベルのサービスを行ってもらう、これがサードパーティーロジスティクスになります。はい。テキスト最後にも載ってますけども、このサードパーティーロジスティクス、物流をこちらに任せることによって、企業としては物流にかかるコストなどを、経営資源などを他のところに集中して、他のところで強みを見せていくというような考え方もあります。はい。よろしいでしょうか。物流効率化として、まず自分たちで合理化を図る、それに限界あるなら共同化をする、もしくはサードパーティーロジスティクス、こういうところに委託をするという考え方があります。はい。以上でチャンネル戦略の内容をすべて見てきました。このチャンネル戦略、少し振り返ってみますと、テキスト戻っていただくと、まず重要なのが3番の流通チャンネル戦略の体系ですね。体系図、これはしっかりと押さえてください。はい。そして4番の流通チャンネルの選択のところ、あと5番の流通チャンネルの管理、特に流通系列化とかチェーン形態のところ。はい。あとは6番、生産と販売を結ぶシステムの製販同盟とか、SCM という概念はしっかりと押さえるようにしておいてください。はい。あと7番、延期投機理論、こちらも違いはしっかりと説明できるようにしておいていただければと思います。今申し上げたところを重点的にしっかりと復習をしておいてください。はい。それではホワイトボード切り替えて次のテーマに移っていきたいと思います。こちらご確認をください。よろしくお願いします。